こんにちは、鈴木中です。高尾山のリフトに乗っております。ただいまリフトで涼しく登山をしております。リフトの左右はこんな感じになっております。楽しそうですよ、皆さん。リフトはですね、乗るリフト1台おきに乗るんですけれど、ソーシャルディスタンスを守るためですね、取るためですね、乗るリフトはですね、消毒員さんがアルコールスプレーでシュッシュシュッシュ消毒してくれて、とても、安心感があって乗ります。この季節はもう高尾山といえど山は涼しいので、リフトでも涼やかな感じがします。ほら、こんなに深い谷なんですよ。こんなに深い谷、いい山ですけど、こんだけ急しゅんなんですよ。はい、谷を渡っていきますよ。昔はですね、ここを通るたびにゾーゾーっとしたもんなんですけど、この深さ怖かったですけど、今は慣れちゃって逆に楽しいですよね。あ、こんなに深いんですよ。怒ったらなんて余計な心配が、まあ、万が一ってこともなくはないでしょうけれど、そういうことを考えてしまうんですね。はい、やはりまだ下山する方の方が少ないですね。登る方の方が多い感じですね。あんなに急なところ登っていくんですよ。すごいね。はい、結構長い谷を渡り終えました。今度はかなりの急斜面を登っていくことになります。なんか平原みたいで感じがいいですね。はい、15番ホールですね。おー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 、はい、ここも結構深いですね。ネットの下、防護ネットの下から防護ネットをつけて下が見えますね。こんなに深い。急に角度がきつくなりますね。上りですよ。もう少しすると終点に着きます。高尾山はですね、上りに約1時間半かかります。稲荷山コースとか沢沿いの6号路を通ってもやっぱり大体1時間半は最低かかりますので、慣れてない方は無理をしないので、上りだけでもケーブルカーとかリフトを使って登るといいと思います。もちろん慣れている方も高尾山行きたいけど往復3時間も歩くんじゃきついなぁなんて思う方は、片道リフトにするとかケーブルにする、そんな感じで上手に登っていくといから良いと思います。無理に何が何でも往復上り下りするんだなんて、自分の足で上り下りするんだなんて思うことは全くないのです。多分トレランの方なんかも上りはこのリフトを使って、それからトレランで降りてくるんだろうと思いますよ。はい、かなり登ってきました。避難道入り口なんてのがありますね。
確か写真を撮ったりしていることがありますね。そして下で写真を販売しているなんてことがあったみたいな感じです。日曜日とか土曜日だけでしょうね。はい、なんか歩いて行ってみたい感じもしますけれど、どうなってるんでしょうかね。はい、最後の急登を登ったら終わりですね。何年高いですよ。うーら、うーら、もう行きますよ。トゥ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 。こんなに長く時間乗ってられるんですから、値段的な価値は十分あると思います。ぜひ皆様も多幸山に来たらリフトご利用よろしくお願いします。なんちゃって多幸山宣伝部みたいな言い方ですね。はい、現代の文明をうまく利用して登山もしましょうね。さあ、いよいよ終点ですよ。ベルトに降りて歩いて左へ出るんですよ。わかりましたか？もう一回言いましょうか。ベルトに降りたら歩いて左へ出るんですよ。わかりましたか？ベルトに降りたら、ベルトに降りたら歩いて左へ出るんですよ。大事なことだから3回言いましたよ。覚えていられますか？右に行っちゃダメですよ。戻ってそのまま行こうなんてダメですよ。往復料金がかかるんですからね。はい、リフトの降り方ちゃんと書いてあるでしょ。これの通りにしましょうね。はい、終点です。あ、楽しかった。ありがとうございます。はい。はい。はい、すいません。よいしょ。トン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 。ありがとうございました。はい、終わりです。ここを右に登っていけば、山道コースへ出られます。じゃあちょっと振り返って乗り場見て、降りる時の乗り場見てみましょうね。ここですよ。はい、はい、1号路山道コースに接合しましたので終わりになります。